はい、おはようございます。ひろはるチャンネルのひろはるです。ですね、今日は昨日はホグを変えたけど今日はこれですね。じゃーん、わかるかな。よいしょ、風が強いね今日。風が17スーパーグレート用アイラインフィルム、ちょっと影が、アイラインフィルムですね、Z さんですね。これをつけて、つけていきたいと思います。よいしょ。いつものように、作業内容はカットでいきます。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、お疲れ様です。完成しました。はい、こんな感じでですね。はい、ちょっと風が強くてね、雨が降ってて、ちょっと黄砂が混じってるんで、雨が降るとこうね、すぐちょっとこう茶色いね、砂混じりの雨になっちゃいます。感じですね。完成しました。今日はホグを変えたんで今日はアイラインをつけに来ました。ヤンキーもつけたんですけどね、ヤンキーの弁は、なんとかつけれたんで、今日はこんな感じです。今日は私服ですね。昨日は作業日だったんですけどよいしょ、ちょっとトラックが映っちゃうね。あんまり映したくないんで、よいしょ、顔映る。こんな感じで完成でーす。青を言ってもね、ついたらちょっと水色っぽく光るんで、前にもつけてたんですけどね、ちょっと車検 NG なんで、もしね、つけられる方は、車検の時は外すようにということで、よろしくお願いします。巻き方も入ってないと大丈夫だと思います。ついたんじゃないでしょうか。まあ1年間だけなんでね、また車検の時に外しますね。また外してまたつけるなりなんなり考えます。今日はこの辺で、フッ素17スーパーグレートのアイラインの紹介でした。はい、それではありがとうございました。ポチッとなー。